生徒会長南、2ブロック禁止の校則どう思いますか？俺はもともとその、なんていうかいな、めちゃくちゃそういうこと自体に、2ブロックが禁止云々の前に、校則って何やろって思っとったけんね。ひねくれたガキやったけん。だってそもそもさ、学校何する場所って言ったらさ、先生だろうが、校長先生だろうが、生徒だろうが、そこら辺のおっさんだろうがみんな答えね、勉強する場所って。じゃあ勉強できればよくない？勉強しに行ってるんですよ、僕たち。勉強できればよくないですか？って思わん。ね、まあ、ギリ体育とかで体をあれしようとかさ、なんか家庭科で料理作れるようになろう。まあ、これも一個の勉強やな。まあ、これはそれ、あえてでしょう。でもさ、別、ピアスが開いとかどうかってさ、勉強と関係なくない？ピアス、だけど要は、俺が言いたいのは、ピアス開けとったらもう悪いやつってなるよね、学校で。けど、ピアス開いとって、無遅刻無欠席で100点満点やったら、何か悪いんかなって思う。だってピアス開けてない黒髪の短髪の人がさ、点数50点、20点とかでさ、よく遅刻してさ、欠席してさ、ヘラヘラしとったらさ、ピアス開けて金髪でもさ、100点取って毎日やっとおやつの方が、学校の何のために学校あるんですか、何にしに学校行ってるんですかっていうのが大事じゃない？しかも受験勉強、大学受験やん、大体みんな大学受験ゴールはね、大学受験の時にあんまり見た目、その時にちゃんとしとけばいいだけやしね。別ピアス開いとけんと落ちる大学ないと思うな、俺は。あったらごめんね。まあ、その面接の時は見られる。俺はまあピアスはいいとして、その時だけ黒髪の短髪しとけばいいと思うな。って思うな。